は、こんばんは。世界レベルです。お久しぶりです。ということで、今日なんですけど、まあ、星35がね、いよいよ今年、ということで、出演される方々をね、ちょっとね、まあ、だいたいこれ、全キャスト発表されたのかな？発表されたと思うんで、多分、これ以上増えたらすごいことだけど、まあ、おさらいしていきたいと、かなと思ってます。なんだそれ。まあちょっと我らが、小高めぐみさんは、まああの、まあ置いといてというか、共演のね、皆さん、ですよね。発表された、その前にね、今日ね、ごめんね、ちょっと最初にと、雑談を飛ばしたい方は飛ばしてくださいって、まあ、雑談ってどこが本編なのかわかんないけど、今日さ、近所でさ、お祭りやっててね、ゆるキャラが集合するようなお祭りだと、ちょっと見に行ったんだけど、そこでね、なんかね、歌ってるお兄さんがいて、で、これがね、すごいいい曲だったら、この我々の世代に多分ね、ぐさっと刺さるようなね、曲だと思うよ。まず CD 買っちゃったんだけど、今崎拓也さんって方でね、まあ、YouTube もやってるんで、まあ、よかったら調べて聴いてみてくださいってことで、これすごいいい曲だった。刺さるね。で、まあ、それは置いといて、35行きたいんですけど、まずね、小高めぐみさんでも発表されてた、橋爪淳さん、淳さん、まあ、ゴジラ対スペースゴジラ、それからウルトラマンとかですか、ですよね。あとはもう、まあ、橋爪さんは、まあ、まあ、ちょっと有名ですから、今更語ることもないって言ったら、結構有名な人多いんで、今更語ることのない人が、ばっかりだと思うんですけども、まあ、はじめじゅんさん、スペースゴジラ、どんな役が出るんですかね、はじめさんもね、スペースゴジラ以来の共演なの？わかんないけど、まあね、なんかね、すごくかっこいい年の取り方をしてますよね、はじめさんもね。それから田中由美子さんって、これね、僕、すっかり、頭から抜けてたんだけど、仮面ライダースーパーワン、覚えてる？スカイライダーの後だっけ前だっけ、確かハーレーに乗ってる仮面ライダー出てきたと思うんだけど、それだよね、スーパーワンって。ヒロインですよ。役をやってらっしゃった。ということで、ゴジラ1984で、まあ、沢口靖子さんも出てたゴジラだよね、確かね、に出てるとか、まあ、本当に。というですね、まあ、我々世代の、我々の子供世代のっていうか、まず学生世代の、ヒロインですよね、の方が出られるというのがあって、それからね、宮坂博さんっていう、ファシーダンスとか、四股踏んじゃったの、もっくんと一緒に映画出てらした方、ですね。もっくんの映画って面白いね。僕一番大好きな遊びの時間は終わらないんだけど、あれには出てらっしゃらなかった。残念ながら、多分だけど。ちょっと宮坂博さん、ちゃんと調べてから喋れて、パッと名前だけ喋ろうとして、今までの知識で頑張ってるんだけど。それからですね、原田大二郎さんですよ。原田大二郎さんはね、僕にとってはね、まあもうゴジラ対メガゴジラもちろんなんですけど、僕にとってはね、やっぱりね、蒲田行進曲っていうか、蒲田行進曲面白いっていうのは、あれよ、G メン75よ。G メン75ってさ、超面白かった。まあ、多分僕子供の頃見てたんだけど、特にね、香港編っていうのがあるのよ、G メン75って。香港に行って、G メンのメンバーが、ね、香港に行って、事件解決するみたいなやつ。香港編ってさ、あの時ジャッキー・チェーンとかの映画すごい流行ってたじゃん。必ずさ、カンフー的な戦いが出てくるんだよ。香港編になると。あれがたまらなく子供の時好きでね。いやー、原田大二郎さんですよ。本当にもう。まあ、この間ね、ご一緒に写真とか撮らせていただいたんですけど、原田さんもね、かっこいいよね。いやー、G メン75。ね、なんかね、あの時の、テレビに出てた大スターでね、この間会えてすごく嬉しかったですけどね。もう出られると。まあ、それからですね、ちょっとね、どんどんね、新しいね、キャストの方が発表されてて、やばいんですけど、どうしようかな。ごめんなさい。忘れてた。大事な人。宇賀神明宏さん。宇賀神さんってゴジラ以外に、バトルロワイヤルに出てたんだよね。僕、バトルロワイヤル大好きで小説とかも買ったんだけど、
兵士役ってことで、この間ちょっと見返してみたんだけど、あれさ、最初の教室の時、ところでさ、くしゃって、くしゃって、銃構える人じゃないですか？違いますか？すいません。もし違ったら。なのかなって僕思ったんですけど。まあ、宇賀神さん出られるってことでね。まあ、あと、宇賀神さんと同じ頃、まあ、宇賀神さんはまあ、出られるんだろうっていうのは、めぐみ祭の時もあったんですけど、菊沢正則さん、ねずらの、横川監督のねずらに、出られている方とか、あとは同じ横川監督の、海洋競争局の田中克典さんっていうのかな。あと、佐藤昇さん、チャージマン剣の人なんだ。佐藤昇さんと、阿部、ノーマルさんでいいのかな。TDG。TDG 超時空の大決戦、出られてるのかな。すみません。ちょっとこのあたり、私、あんま詳しくないんですけど。すいません。あとは、なんだっけ、田中、あ、か、あ、じゃ、違う、あ、あれ、田中さんもいたよね。とかね。あと、まあ、ロバート・スコットさんは、まあ、出るんだろうなと、なんか、めぐみさんの時に思ってたら、やっぱり出ることになった。いうことでしたね。それから、まあ、ロバート・スコットさんと、あれ、ロバート・スコットさん、出るよね。出るね。キングギドラの人ね。ね、キングギドラの外人さん、陽気な外人さん。キングギドラでは陽気ではなかったような気がするけど。あ、そうそう。大橋明さんが、スーツアクターなんでね。僕、最近ね、さんの、ツイッターをよく見てるんですけど、めちゃめちゃ元気ですよね。50過ぎて、あれだけよく動けるなっていうような、アクションの、動画とかも上げてらっしゃるんですけど、アクションの先生やってらっしゃるのかな？でもね、いつも生徒さんと一緒の、ツイッターとかね、上げてらっしゃるんですけど、なんかすげえ動きだなと思っていつも見てるんですけどね。今、できるかな、ああいう動きを。私はもうちょっとできない可能性の方が高い ような気がします。はい。あとですね、オーディションで、イケメン美女がたくさん、オーディションから、来られた方が出るということで、全部ね、名前ね、漢字だから、僕、名前読み間違ったら申し訳ない。調べてから話せてるのだからね。松宮凛さん、仁科花凛さん、ゆうなさんっていうのかな。渡辺まどかさん、吉田光さん、花屋ゆうさん、児玉淳一さん。名前の間違った、読み方間違ってたら、コメント欄で教えてください。すいません。勉強してきます。だからね、調べてから喋ればいいんだけど、なかなかね、その、なんかし、なんか、うん、そう、調べたりしても忘れちゃうんだよ。じゃ今見ながらやるっつうんだけど、メモだけ見て。っていう方が、が出られるようです。それから、まあ、一番直近、その前に一人、あれなんだよね、星屑の恋ある人、ボイス担当と言われて、東京女子プロレス所属の、中島翔子さん、って方が、どんな声なんですかね。泣き声やられるって方で、ことで、身長が、ごめんなさい、ま、え、全長1.47メートルの、あ、何、の大会中、中島翔子さんって、身長が147センチ、ね、そういうわけではないの。ちょっと待って、その辺よくわかんないんだけど、このツイッターの記事からじゃ。ということで、何がということなのか。それから、あと、ビッグニュースですよ。ザルバと、ザルバと陽子さんが、ビッグニュースとして、ね、まあ、一番最後に、今のところね、一番最後に発表されてるのが、石野陽子さんと、それから、蛍幸次郎さんだけ、僕、ザルバさんとしか覚えてないんだけど、まあ、石野陽子さんはびっくりしたよね。まあ、確かにゴジラに、出られてるんで、まあ、可能性としてはあったんですけど、石野さんってさ、なんだろう、僕ら世代に刺さってるのは、セーラー服通り。マイリボリューションですよ。
マイリボリス、トゥールトゥール、あの子ちょっと茶髪だったよね、石田子さんね。あれ、一緒に出てるメンバーもすごかったんだよな。元シシガールズの人とかじゃなかった？あと、もう一人なんだっけ？ああ、ちょっと名前出てこない。誰か教えて。すごい可愛い子。すごい可愛い子って、みんな可愛いっつうの。確か制作通りしか出られてないぐらいの、方が出られたんで、すごい綺麗な方がね、一緒に出られてて。なんといっても石野陽子さんはセーラー服通りで出てきて、僕、渡辺美里が好きだったんで、マイ・リボリューションの主題歌ね、あと僕、小堺一機によく似てるって言われてたんですよ。なんでね、すごい印象に残ってるんですけど、あとは大丈夫だね。石野陽子さん大丈夫だ。石野陽子さんとかさ、松本信子さんだっけ？メインのアイドルの方は、毎回絶対出るじゃないですか、大丈夫だって、志村さんと一緒に。だけど、吾妻佳代さんとかパンプキン、たまにしか出てこないんでね。そういうところがね、大丈夫だ、ドキドキワクワク感につながって、石野陽子さん安定して出てたんで、何言ってんだろう。ということで、石野陽子さん超びっくりでしたね。出ていただけるんだ、みたいな。すごいな、みたいな感じでした。もう久しぶりにね、石野さんの演技を見たい。もちろん、小高みゆきさんの演技が一番見たいっていうのがあるんですけど。それからね、ザルバ役の、俺読み方、小樽幸二郎さんになってんだよね。違うの。間違ってた、すみません。ザルバですよ。ガロ大好きだからな。あれ、でもあれだよね、スーツアクターの、大沢なんだっけ。大橋さんもガロのアクション監督か、ガロ関係のガクション、ジャビかなんかかな。アクション監督かなんかやられているんだよね、確かね。そんなつながりなのかな。いや、このね、声最高なんだけど、演技が。僕、演技な、見たことはあんまないんですけど、楽しみですね。ということで、やっぱりちょっとぐたぐたになっちゃったね。ちゃんとね、これね、あのね、あの、工事になったんだから準備をしろと、ちゃんと喋れという感じです。すいません。こんな感じですよね。ホームページの時から、ご存知の皆さんは、僕がそんな男だというのは分かっていただけてるのではないかと思うんですけど。ということで、楽しみですね。めちゃめちゃ。これだけのキャストの方が集まって、どんな映画になるのか。ドキドキワクワクが止まりません。次なんだろう、次なんだろう。いよいよもう、監督がこの間、ワンフェスの時に、5月ぐらいから撮影始まるよ、みたいな予定ですよ、みたいなこと言ってたんで、もうそろそろ、そういう映画モードになってくるんですかね。この間、そういえば、モノマガジンにね、小高さんのね、記事がね、出ましたね。網浜さんと一緒だったんだ。ダブルナオコの一人、網浜さんと一緒。そんなのあったりとか、なんかどんどん、やっぱりなんていうんですか、今年は、小高めぐみさんの年に徐々になっていってるなぁなんて感じております。ということで、クラファンも大成功ということで、500万超えたんだっけ？すごいよね。あんまり長く喋ると、どんどん、ぐだぐだになっていくので、今日はこの辺にしときます。十分ぐだぐだ。